どうも皆さん、針金です。今日の動画は水配管のサイズ選定についてです。配管選定はノズル選定と同じくらい重要なものです。もし配管選定に失敗してしまうと、ノズルの性能をうまく引き出すことができないというようなことにもなりかねません。ですので今回は配管選定に関するお役立ち情報をお伝えしていきたいと思います。この動画は3つのポイントに絞ってお伝えしていきます。まずは配管選定において絶対に知っておいていただきたいこと、2つ目は実際に選定を行う方法について、最後に配管口径というのは大きければ大きいほど良いものではないということです。それではまず1つ目の絶対に知っておいていただきたいことからいきましょう。配管選定において知っておいていただきたいことというのは圧力損失です。圧力損失は配管に水が流れているうちに圧力が低下してしまうことを言います。適切なポンプを用意していてもノズルで噴霧するとあれ思ったより圧力が低いなというようなことを感じるような場合のことですね。圧力損失が起こる原因としては配管の太さが水の流量に合っていないという場合、それから配管が直角に曲がっていたりとか径が途中で変わってしまったりする部分で起こります。今回は配管の太さと水の流量の関係の圧力損失について解説していきたいと思います。圧力損失は完全にゼロにできるわけではないので、なるべく少なくするということが重要です。圧力損失は道と車の関係を例にすると分かりやすいです。同じ道でも車が少ない時というのはスムーズに車が走っていますが、例えば朝のラッシュ時などですと同じ道にたくさんの車が通ろうとするので混んでしまうというようなことがあると思います。こういったようなことが配管と水の関係にも言えます。実際にどうやって選定していくのかですが、こちらは弊社がホームページで公開している表をもとに選んでいただくのが良いです。こちらの表では一番左側が管予備径、右側が配管 10m に対して圧力損失が 0.01 から 0.03 メガパスカルだった時の流量を記載しています。例えば配管サイズが 6A であれば圧力損失が 0.01 メガパスカルとなる流量というのは 1.3L/分、 0.03 メガパスカルとなるのは 2.2L/分ということになります。2.5L/分の流量を流す場合には 6A だと 0.03 メガパスカル以上の圧力損失が起きてしまうのに対して 8A を選ぶと 0.01 メガパスカル以下になるということになります。より圧力損失を少なくするという点では 6A よりも 8A の配管を選ぶ方が良いということです。圧力損失を起こさないためにはなるべく配管口径の大きなものを選んでいただくということが良いんですけれども、必ずしもそれがベストの選択であるということは言えません。なぜかというと配管口径が大きくなると場所を取ってしまうというような問題や材料費が高くなってしまうというような問題もあります。そのため圧力損失と配管サイズどちらを優先するべきかを選んでいただく必要があります。例えばポンプなど元圧に十分に余力があるというような場合には多少圧力損失が起こってもコンパクトな配管を選ぶこともできますし、逆に元圧が足りているか不安だという場合には多少スペースを取ってしまっても配管口径の大きなものを選んでいただくのが良いというようなことになります。それでは実際に具体的な数字で配管選定の例を示したいと思います。ここでは以下の例を用います。ノズルでの噴霧圧力が 0.3 メガパスカル、噴霧流量が 50L/分、配管の直管相当の長さが 50m の時を考えます。この時ポンプ圧力はいくらのものを選定すればよいか、配管サイズはいくらのものを選定すればよいかという例です。2つの考え方があって、まずは1つ目、なるべく圧力損失を小さくしたいという場合、2つ目は配管サイズをコンパクトにしたいという場合です。1つ目のなるべく圧力損失を小さくしたい時については、表の 10m あたりの圧力損失が 0.01 メガパスカルのより少ない方というのを見ます。
今回噴霧したい流量は50リットル毎分なので70リットル毎分を噴霧することができる 32A の配管を選んでいただくと良いということになります。また圧力損失は配管の長さに比例しますので、今回は直管相当が 50m なので 0.01 の5倍になって 0.05 メガパスカルが圧力損失が起こるということになります。なのでポンプの圧力もそれを考慮した 0.35 メガパスカルである必要があります。次に配管サイズをコンパクトにしたい場合、つまりポンプの能力に余裕があって多少の圧力損失は大丈夫という場合ですね。この場合は 10m あたりの圧力損失が 0.03 メガパスカルの方を読み取ります。今日より 10m あたりの圧力損失が 0.03 メガパスカルの時、65リットル毎分を流すことができる 25A が良いということになります。またポンプの圧力についてですけど、こちらも長さに圧力損失は比例するので 0.03×5 で 0.15 メガパスカル圧力損失が起きるということになります。なのでポンプの圧力は 0.45 メガパスカル以上のものが必要で、配管サイズは 25A であるということになります。はい、適切な配管サイズについて説明したんですけれども、一つ注意していただきたいのは、ノズルのネジサイズというのは適切な配管サイズと必ずしも同じというわけではありません。50リットル毎分を噴霧する線形ノズルの VVP シリーズだと2分の1 15A のネジサイズになるんですね。なのでこのあたりはブッシングなどを使って接続していただく必要があります。最後に配管選定のポイント3点なんですけれども、1つ目は配管サイズに水を流すと圧力損失というものが起こります。なので選定をする際にはこの圧力損失を考慮していただく必要があるということです。2つ目は実際に選定を行う際には弊社で表を用意しているので、そちらをご参考に選んでいただくことができます。最後に3つ目は配管口径というのは大きくなれば大きくなるほどスペースを取ってしまったりとか材料費が高くなってしまうというようなことがあります。なので多少圧力損失が起こっても配管サイズをコンパクトにした方が良い場合もあるというようなことになりますね。はい、最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。また動画をより良いものにするためアンケートを実施してますので、そちらも併せてご回答いただけると嬉しいです。それでは。